こんばんは。まあ、今回は、フルーツ・オブ・ザ・ルームとニューエラと、あとラッセル・アスレティックと、あと、スターター。こちらの、コラボレーションの商品の、ご紹介をしたいと思います。はい、はい。改めまして自己紹介させていただきます。砂川です。よろしくお願いします。はい、角田です。よろしくお願いします。では、早速ですけれども、角田君から、写真を使って商品のご紹介を、していきたいと思います。はい、はい。お願いします。今回もご紹介していきます。フルーツ・オブ・ザ・ルーム、ブルブルの2パックのポケット T シャツですね。こちらが3色ありまして、黒、白、はい、あと紺の3種類と、ニューエラとハリウッドランチマーケットのコラボレーションの、キャップですね。こちらがロサンゼルス・ドジャースのタイプ、サンフランシスコ・ジャイアンツ。はい、ロサンゼルス・エンゼルス。はい。こちら、T シャツのタイプもございまして、ロサンゼルス・ドジャースの T シャツ、ジャイアンツの T シャツ。はい、ロサンゼルス・エンゼルスの T シャツもございます。はい、次変わります。ラステル・アスレチックとのコラボですね。で、ビッグブルーフットボールシャツ、3D ロゴプリント T シャツ。はい、キッズの、3D プリント T シャツ。ウィメンズですね。3D ロゴ、ショートスリーブ、ワンピース。こちらでまた変わります。スターターとブルーブルー、初めてですね。はい、コラボレーション出ております。ナイロンジップジャケット。はい、あとロゴハーフスリーブ T シャツというものがございます。本日は、以上の商品をご紹介させていただきます。はい。はい。では早速、まず一番最初にフルーツオブザルームのパクティのご紹介ですね。はい。はい。じゃあ、サンプルをこちら。はパッケージングが、そうですね、写真も出てると思うんですけれども、白白、はい。このタイプと、白紺と、あと白黒。この3種類ですね。はい。で、フルーツオブザルームのブルーブルークルーネック2パックポケット T シャツ。お値段が4500円。で、カラー展開が先ほど申し上げた3色と、サイズ展開が XS から XL までです。はい。こんな感じですね。これ今僕が持ってるので M サイズ。砂川さん持ってるのでこれで L L ですサイズ。ね。こちらの両方とも、サンプルに関してはこれ洗っている状態でして、先ほどのパックに入っているものが未洗いの状態です。洗ってない状態からこれ洗って、着丈が2センチぐらい縮んでいる状態になっています。なので、これも洗った後のサイズ感ですね。僕ぴったり着るんだったら L、少しゆとり持って着るんだったら XL っていう感じだと思うんですけど。ですね。で、170センチの僕が、まあ、僕もぴったり着るんだったら多分 S。で、通常通り着るのであれば、まあ、M サイズとかになるかなというサイズ感です。はい。で、まあ、ポイントになってるのは刺繍ですね。ここ見えますかね。こんな感じでいいかな。はい。ブルーブルーというところが刺繍になっております。プリントの、時代もあったんですけれども、作期から継続のものになっておりますので、こちら刺繍のタイプです。必ず白が入った2パックになってますので、白と何色を選ぶか、白と白にしていただくか、白紺か白黒かという選択になります。まあ、作期もかなりご好評いただけてたみたいなので、そうですね。昨シーズン買いそびれてしまったという方、新しいの入ってきましたので、ぜひお選びいただければと思います。はい。はい。色がこちらですね。はい。はい。では次が、お次ですね。はい。はい。ニューエラのベースボールキャップですね。はい。ドジャースのタイプ。はい。こんな感じです。はい。こちらが、サイズの展開が、MLXL の3サイズの展開で、カラーがこのインディゴというカラーですね。はい。ちょっとサイズの詳細をお伝えしますと、M で、58.7センチ、L が、59.6センチ、
XL が 60.6 センチのサイズ感、3サイズ展開ですね。はい。はい、今回のシリーズはニューエラと MLB ですね、メジャーリーグベースボールとハリウッドランチマーケットのカリフォルニアコレクションというモデルになっております。カリフォルニア州にあるメジャーリーグのチーム、日本に特にゆかりのある3チームを選んでおりますね。はい、これはドジャースをイメージしたブルーデニムをの生地を採用しております。はい、ドジャースのこのロゴと、はい、横にはニューエラのロゴと、後ろにはバッターマン、はい、もう片方のサイドにはハリウッドランチマーケットのこのスターの刺繍がされてます。はい、ちょっとこう洗い込んだようなブルーの色ですよね。はい、こんな感じです。お次じゃあ、はい、ご紹介いたします。はい、ジャイアンツ、はい、こちらもお値段は変わりません。8500円でプラス消費税で、お色こちらブラックです。ブラックデニム、はい、が使われてます。ジャイアンツをイメージしたカラーリングになっておりますね。今回もう一つ特徴的なのは、すべて共通でデニム生地が使われているという点ですかね。はい、まあ、こちら色がしっかり残ってますので、あの経年変化等も楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい、はい、もう一色は砂川さんが被ってくれてますので、はい、変わりましょうか。はい、はい、こちらが、ロサンゼルスエンジェルスのあのタイプですね。こうした方が見やすいですかね。はい、あのディテールは先ほどと同じなんですけれども、ここのパネルの部分が、デニムの生地、濃紺のデニムですね。そうですね、はい、このデニムの生地にこれは刺繍が、赤い刺繍ですね。はい、このように入ってます。佐野さん、今かぶられているサイズっていくつでしたっけ？これであの L サイズを今着用してます。このぐらいのサイズなんですね。M も先ほどかぶってみてかぶれたんですけど、ちょっとこうぴったりすぎるかなっていう感じだったので、今 L サイズをかぶってます。はい。僕も先ほどかぶってみたんですけれども、僕比較的頭が大きめなので、L か XL。普段頭の周囲が60センチぐらいの帽子被ることが多いんですけれども、L か XL が僕はちょうどよかった。です。はい。はい、っていう感じですかね。お次。次ですね、はい。はい。はい、失礼します。はい。次も、ロサンゼルス、ドジャースの T シャツがございますので、T シャツご紹介します。これですね。はい。はい、こんな感じのプリントが、表にされています。こっちは表面ですね。で、裏面は先ほどキャップでも見ていただきましたけれども、ハリウッドランチマーケットとの、ね、スターロゴが入っております。はい、で、袖のところにはニューエラの刺繍、はい、こちらですね、刺繍と、あと左の裾のところにはこうバッターマンのプリントがされているものです。これはもうすでに僕が着てますので、サイズ感をあのお伝えできればなと思っております。170センチの僕で、これで L サイズ着用してます。はい、こんな感じです。あの先ほど S も試してみたんですけれども、 S でもあの着れることは着れたんですけれども、まあ、しっかりこうフロント面にも後ろ面にも大きくこうプリントがあるので、ちょっとゆとりのあるサイズで選んでみました。春夏とかをこうメインに着ていただくことも多いと思いますので、少しゆとりを持って着ていただくのはが個人的にはおすすめですね。はい。はい。はい。では、あと2タイプありますので、順番にご紹介していきます。はい。はい、次がサンフランシスコジャイアンツ。はい。はい、先ほどと、まあ、T シャツのディテール自体は、まあ、袖に、こちらの刺繍エンブレムが入っているのと、バッターマンと、あと背中に大きくハリウッドランチマーケットのロゴが入っているのと、
で、胸の部分ですね。はい。サンフランシスコジャイアンツのエンブレムが入ってます。サイズの展開、先ほどと一緒です。はい。で、こちらと。はい。もう一つが。はい。変わりますね。次がロサンゼルスエンゼルスのタイプなんですけれども、すみません、お値段と僕お伝えし忘れてましたね。すべて6500円にプラス消費税です。で、ドジャースのがホワイトというカラーですね。で、S から WXL。で、ジャイアンツのがブラックというカラーでした。で、こちらがロサンゼルスエンゼルス。で、ネイビーで、サイズ展開はこれも S から XL です。これ表面がですね、先ほどまで裏面にこのハリウッドランチマーケットのスターロゴあったと思うんですけれども、表面に来ております。これだけ逆なんですね。そうなんですよね。で、後ろにチームロゴが来てます。うん、エンゼルスの、はい。こういう感じです。はい。はい。生地はですね、ニューエラさんの、オリジナルのボディでして、オンスが、すいません。よいしょ。はい。はい。8オンスですね。のヘビーウェイトの生地が使われてます。はい。なので、ちょっとこう、肉厚な、T シャツになっておりますね。合わせるとこんな感じです。はい。はい。こちらが、ニューラとのコラボですね。はい。はい。ではお次ご紹介していきます。はい。次がラッセルアスレチックですかね。はい。はい。こちらラッセル。あとブルーブルーのビッグブルーフットボールシャツ、はい、サイズ展開が S から XL で色の展開ホワイトネイビー、これがグリーンですね。色は後ほど違うアイテムでちょっとご紹介します。お値段が8500円プラス税で9350円です。税込み価格、はいはい、ちょっとこうポイントになるのがこの部分ですね。肩の部分なんですけれども、こう、ちょっと楕円のような形で切り返しになっているのが特徴なのと、はい、あとは左の、この胸の部分ですね。はい。はい、ここにイーグルの刺繍を、こっちかな、こっちか。はい。こういう感じですね。はい。施してあります。はい。素材は、ラッセルでこう、定番的に展開している 8.7 オンスのプロコットンのヘビーテンジクを使ってますね。はい。はい、あ、でも結構柔らかくて、肌触りはすごくいいですね。そんなに硬くないですからね。結構着やすいと思います。そうですね。はい。はい。次からちょっとプリントのシリーズが変わります。次いきますね。はい。はい。はい、あ、ですね。はい。次がですね、ラッセルブルーブルー 3D ロゴ、ショートスリーブ T シャツ。これ6500円にプラス消費税です。お色が、これがホワイト。で、ネイビーと、あと先ほどご紹介した、グリーンがございます。S から XL サイズ。はい。です。これがちょっとプリントが先ほどと変わり、ます。見えますでしょうか。うん、これで大丈夫です。はい。まあ、3D プリントって呼ばれるような、ちょっとこう立体的に見えるプリント。ですね。今季ラッセルアスレチックとのコラボレーションは、別のライブ配信で、インスタグラムのライブ配信でご紹介していると思うんですけれども、そちらのプリントとこの 3D プリントのタイプの2つがあります。はい。これは身幅が割と広めですね。結構広いです。これで、M サイズで私で当ててみてるんですけれども、着たら結構ゆったりです。はい。素材に関しては、先ほどご紹介したフットボールのタイプと同じ素材になっております。はい。あと、ここにですね、ここにもブランドロゴのこうコラボレーションのタグがついてたりとかしますので、ちょっと細かいディティールですけれども、ぜひ見ていただけたらと思います。はい。はい。はい、次です。はい、では次。はい。次ちょっとこう、レディースのアイテムなんですけど、ご紹介していきます。ラッセルブルーブルー。3D ロゴ、先ほどと同じプリントですね、ショートスリーブのワンピースです。8500円ですね、プラス消費税。です。ホワイト、ネイビー、グリーンの展開です。これがネイビーですね。はい。はい、先ほど、ホワイトとグリーン見ていただきましたけども、これがネイビーです。ちょっと寄りましょうか。深めのネイビーなので、そんなに色自体は濃くないかなと思います。はい。ネイビーですとイエローのプリントですね。はい。これも身幅が広めのこうゆったりとしたシルエットで、特徴としてはこう深いスリットですね。ここのところ、
ちょうど女性の方が入っていただけると、足ですかね、膝あたりに来るんでしょうか、この25人は。センチぐらいですかね。はい。はい、ございます。これも素材は先ほどのと同じ素材になっておりますので、はい。春夏にさらっと、でもこんなにこう透け感とか出ないような、ちょうどいい感じで、安心感のある生地感ですね。はい、着ていただけると思います。はい、ウィメンズこちらですね。はい。次いきます。キッズですね。キッズは砂川さんにもちょっと手伝ってもらいながら。はい。はい。はい。こんにちは。こんな感じです。はい。こちらはキッズが 3D プリントの半袖の T シャツで、先ほどお伝えしましたアイテムとカラーの展開は一緒、ホワイト、ホワイト。ネイビー、あとグリーンですこれね。グリーンですね。はい。で、サイズの展開が SML の3サイズなんですけど、こっちから S、S、M、M、L。L。で、サイズが100、120、140というサイズ展開、3サイズの展開です。で、大人のアイテムと、まあ、同じ仕様にはなっているんですけれども、大きな違いとしては、お子さん、着やすいように、生地のオンスだけ、こちらは先ほどのは8オンス、8.7オンスだったんですけど、こちらは6オンスに少しだけ軽くなってます。はい。まあ、色3色あるので、お子さんとかだとやっぱりこう色い物うが色なんですかね。いいですかね。はい。親子で着ていただいても良さそうですよね。はい、ご家族でお揃いもいいんじゃないでしょうはい。はい。か。はい、あったかくなってきますしね。色はちょっとご相談してみてください。はい、はい。ありがとうございます。はい。はい、では、次ですね。次ブランドが変わります。はい、スターターです。初めてですね、スターちょっターととの今コまラボでレーションは。やってないですよね。はい。はい。スターターブルブルーの、ナイロンジップジャケットです。はい。今、ちょうど私が着ているものがこちらなんですけれども、お値段が、1万8000円プラス税で19,800円。今、色がこのダークネイビーというから一色の展開で、サイズ S から XL の展開ですね。私、177センチで、今着用しているのが L サイズを着ています。ちょうど、まあ、ファスナーを止めてみると分かるんですけれども、L ですけど、そんなにこう、なんですかね、ちっちゃくないというか、どちらかというと、ゆとりのあるサイズ感になってます。身幅も結構ありますし、アームとかも結構太い形になってます。こんな感じのシルエットですね。はい。僕も着てるので、僕も出ましょうか。はい。変わりますね。変わりますね。はい。170センチで、僕でこれ S サイズ着ております。はい。結構幅があります。砂川さんがお話ししてた通りで。日本サイズに、よくある日本サイズに直すと、きっとこれで M ぐらいあるんだと思います。こういう感じです。はい。あと、スターターっていうブランドを知っているよって方ももちろんいらっしゃると思うんですけども、アメリカのこう衣料品のメーカーで、メジャーリーグとかスポーツチームを中心に、90年代とかにはプロアスリートやヒップホップアーティストとかとこうコラボレートして、スポーツウェアとかポップカルチャーみたいなのを、はい、融合した先駆けのブランドです。結構ボディで見たことある方いらっしゃるんじゃないですかね。スターターって書いてあるやつ。はい。これはこうナイロンが40。ポリエステルが60%の生地なんですけれども、そんなにこう光沢がないというか、マットなこう質感になってるのも特徴ですかね。なんあかと、こう詰まってますよね、結構ね、こう。そうですね。なんかこういわゆるコーチジャケットに比べるとちょっとこう上品な感じなんというか滑か、らかというか。そんな感じがうん。します。とコラボレーションのこのロゴももちろんポイントですね。はい。スターターのこの引き手なんかも見ていただきたいと思います。で、ここの切り返しがちょっと黒っぽい感じ、そうですね。濃紺なのか、背中側にもこう入ってますよね、ここういう感う。じ。はい。はい。のがデザイン的な特徴ですかね。あとちょうど袖、左の袖の部分ですね。この部分に、はい、こういうエンブレムも入ってます。なんか紺で綺麗に統一された一枚ですけど、ディティールしっかりこう見ていただけたらいいかなと。
思います。はい、はい、お次ですね。はい、もう一着スターターから出ております。はい、これスターターブルーブルーのロゴハーフスリーブ T シャツです。これ砂川さんが着てくれてますので、かわいらしい、ちょっと待ってください、脱ぎます。はい、先に出しておきますね。色展開だけお先に僕伝えちゃいます。7500円にプラス消費税で、こちらがカーキ。で、こちらがダークネイビー。S から XL で。あとホワイトがあります。ホワイト砂川さん来てくれてます。はい。はい。これホワイトの今着用してるのが L サイズです。はい。こんな感じの、はい。サイズ感ですね。L でもそうですね、身幅結構たっぷりしてるのと、あと袖がちょっと長めですかね。あの肘にかかるぐらいの長さがあります。あとは、ちょっと特徴的なのが、ここの、袖の部分ですね。スターターの刺繍がこう入っています。はい。紺と、カーキの方もお見せします。ありがとうございます。こういう感じで、はい、はい、紺色の方は白の刺繍、カーキの方は同じく緑系の刺繍になってますので統一感のあるものになってます、はい、白だと紺の刺繍ですね、はい、で吸水速乾性を持たせたドライタッチ の 6.5 オンスの堅実素材を使ってまして、すごく肌触りがいいあの T シャツになってますね、はい、こんな感じのサイズ感。初めてなので、ぜひ、そうですね。チェックしていただければと思います、こちらも。はい。今回は以上で、ご紹介はおしまいですかね。はい、コラボレーションのシリーズをご紹介させていただきました。はい。はい。はい、では、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい。また、次回も。楽しみにご覧になってみてください。はい。はい、それでは終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。